はい、順次です。では前回の続き、3面の途中からですね、早速進めていきましょう。よし、行こう。ここは見たところそんな難しそうなステージでもなさそうですね。これどうするんだ。あ、これ、ああそういうことか。これに触れて、オレンジの、あーってことはやり直し？あー待ってよ。じゃあまず右に触れて左上のオレンジの針を飛ばして、あれ？これセーブな？あ、マジか。ってことはこれ、一発で行かなきゃいけない、一発というかノーミスで全てを回らないといけないってことですね。いや待って、ちょっと緊張するぞ。よっ、うわー怖い。いけるかなこれ、まあ、行くしかないですよね。よし行くぞ。ここ、うわーくー、これは長丁場になるか。よっ、あぶね、怖いな。よし、あーやば、これはむずいかもしんない。あぶねー、よしよっ、で慎重にね、ここ OK よっ、次ここ、あー右下が開くのね。うおー、次はあれ取るの。うわー怖い、やばいやばいぞー、手に汗握る。よっ、うわー、オッケー、うおー危ねえ。よしよしよし、次はどこだ、あれ、おーし、危ねえ。いやこれ怖い。オッケー、おっ一休みしましょう。次上か。うっそマジか、きついなこれ。あぶねえ、いった。このね、うわ緊張するんだよな後半。プレッシャーに弱いと、苦戦するステージだと思いますね。普段通りやっていけばいいんでしょうけど、それができんなかなかね。あぶね、オッケー、おこ、よし、オッケー、次どこだっけ、あれか。よし、ここはもう天井に頭をぶつける感じでいきましょう。よし、ここまで来ました。あれ、あ、うん、ここじゃなかった、あ、ここじゃないんだ、しまった。違う違う違う、ここじゃない。おいおいおい、頼むよ。よっ、うわ怖い。よし、ほっ、よし、いった。あっぶ、危ない、おおもうおーとかあーとかしか言ってないとはもうな気がしますけど、ほっ、よしよし、あここだね。あのダブルバリが、まあ、先の話ですけど、オッケー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 、来た、怖い、怖くて、あー来た、あぶねー、おし来た、よしよしよし、おお、あーくそー、マジか。待って、ここ取って、次のとこだ、ここね。よし、ここまで来ましたよ。まあ何度かやられましたけども、まだまだ心が、いやー二段ジャンプ、
折れた。でもね、ここはいいんだよ。出るときはうまくいく。最近よし、行った。オッケー、よし頑張るぞ。あれどこ行きます。久しぶりに来た気がしますね、ここ。オッケー、よし。危ねえぞ、今のは危ない。ここね、危ねえ。オッケー、いいぞいいぞ、いい感じ。危ねえ。おいおいおい、よし、来た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 ぞー。ほよし、次はどこだっけ。あれか、あれね、いけるかな。あ、怖い怖い。あ、待って、あ、くっそー、ちょっと待って。2段ジャンプでいっちゃうとダメなんだよね。1段ジャンプか。よし来た。さて慎重に行きますぜ。針を越えて、試練を越えていこう。いい感じです。ここでミスしたら全てが水の泡、また1からやり直しになってしまうので、慎重に。ここね、来たぞ。よし、一段ジャンプ。そうそう、それでいいんだよ。危ねえ危ねえ、それはダメ。いった、よっしゃー、来たぞー。オッケー、ラストなんかやりそうな気もするけど、あそこまで行くんだよね。大丈夫、いけるよっよっよっ、来た。危ねえ、またやらかすとこだった。よっしゃ、あれ、あ、こっちかじゃないのか、そっちか。じゃあ、危ねえ、来た。うっそー、やる、うわー、マジで、うわ、あ、よかった。よっしゃ、次のステージへゴー。セーブすぐに、オッケー、よかった。お、ルキミ、これは特に足元は滑らないですしね。何かトラップがあるの。あの矢印、あれ、ボンミスしてしまった。はい、あの矢印は何なんですかね、気になるな。ちょっとどころじゃなくて、まあ、全力で気になりますけどね、こいつ。え、何これ。え、あ、なるほどね、気にして当たるとあの矢印に当たり判定があるっていう罠ですか。どっちだったら当たりたかったとこですけど、うわー、ここは一発でいけ、あ、真ん中で降りるより右端の方が良さそうです。いや、さっきのステージのおかげでだいぶ何ですかね、感覚、このボタンを押す感覚とかが少し、だいぶじゃなくて少し、研ぎ澄まされた感じがします。だいぶはですね。よし、あれ、これだけ、これは1回で端っこだな。あー、来たぞー。オッケー、次は、うわー、もう1個だな。よし来たー。オッケー、よし、オッケー、来ました、ようやく。あれ今なんか打ってたら針が壊せましたね。あ、なんだったの。まあいいや、これはこうか、こうで。いやー、真ん中に降りるのか、苦手だ。でも降りれば勝ち確ですね。うわー、くよし、 OK。こいつさっき打てましたけど、ちょっと打たずに行ってみますか。うーだ、おい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 、バルカン装備してんのかよ。そういうことですね。オッケー、来たー。よし、慎重に。あ、やばい、うーわー。よし、オッケー、次はここ。ちょっと。オッケー。やったー。一
った。次のステージ行きましょう。セーブ。これは何？え？ああ、よくあるステージね。ああ、うわ、でもちょっと仕様が違うかな。危ない。おいおいおい、はい、まあでもこれは面白いですね。おっと。ああ、ダメか。よし、まあこれもやられながらいきますが、ああ、これもセーブないのか。途中セーブはなしですね。よし。いや。お。OK。うわーむずい。おしおし、これてるこれてる、いいよ。あー怖い怖い怖い。うわー、まあ、よかったな。あ、早くなる、あ、ここで早くなるのか。うわうわ当たるか。オッケー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 、おい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 、ちょ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 、待って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 、もう穴隙間ないじゃん。危ない。来た来た来た、いけるいけるいける、いった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 、お前も来る人だ。お前がお前も来るんかい。いい感じ。オッケーオッケーオッケー、今度はやられんぞ、悪いけど。やった、いったー。オッケー。さあ行きましょう。ほい。続くか。よしよしよし、行きますよ。これは、あ、でもこれはそんな難しくなさそうですね。いやー消えたりすんのかい。オッケー。よし。さあ、いやなんかありそうだけど、まあいいや、飛ぶか。大丈夫？オッケー。何事もないように。ってことはどうすんの？まさか。まさかとは思うけど。やばいやばいやばい。一回誘発させるってことかな。可能性あるな。いや、うわそういうことじゃないかな。多分。行くぞー。オッケー。よしよしよし、もう一回。待ってよ、2回目は違うトラップとか来ないよね。うわっ、危なかった。うわ来たか。で、危ない危ない危ない。あそこですね。あー、しまった。 OK。 そしておし、来たぞ。何事もないように、いける、セーブ、オッケー、中間来た。次は上に上がって、ん、2パターン、あれ2パターン道がありますね。あ、これやられるたびに針の色変わるのか。あれ、ちょっと待って、あ、こうか、そうだよね。 あの左上っていうか、あの中段上のこう互いに向き合ってる針の間飛べませんよね、きっとね。え、じゃあこれちょっと待って、あーそうだよね。そしたらこの今キット君がいる上の道にがある必要がないもんな。なんか使うのかな。ほい、誘発か。あの、うわむずいぞこれ。怖いしむずいというか、
あれ、ちょっと待って、これいけるか。乗ってすぐジャンプ、オッケー、いった、よし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 。こっち右だよな。うわ、ちょ、おーい、考えとしては針が動くんじゃないかと思うんですが、さっき言ったね、キッド君のこの上がある必要がないので、多分一回どっかあの辺のブロックに乗ると針が動くんじゃないかなと思うんです。あ、そんなことないか、違うか。じゃあ直接ぶつかりに行ってみますか。え、あ、待って待って待って、違う違う違う、多分抜けた穴に、あ、一回落ちるんだと思うんですよ。落ちて、落ちると、あー、2回目からは変化があるんじゃないかなと予想してやりたいと思います。ゴー、あー、で落ちる、わざとね。あ、変化あった、そういうことか。うわ、オッケー、抜ける、頭打つ、いったぞ。さて慎重に、罠がきっとあると思うので、そんなね、サクッと行かせてくれるはずがないと思うんですよ。2度目はどうなる。あーくわー、確かめたかった、せめて。いけるかな、来たぞ、オッケー、正解。さてあとはここ、頼むよ、変なの飛んでこないでね。ちょっと待って、これ一段ジャンプで行って、そうっすね、下と左向いてる針の間で二段ジャンプを一回使った方が、え、やべえ、いいぞ、オッケー、いくぞ、ここ集中、せーの、よっ、オッケー、きたー、よっしゃ、レッツゴー、まだあるか、よしよしよし、まだ続く、ちょっとボスそろそろかなと思ってはいるんですが、もう少しですかね、はい、ここから先は次回の動画にしたいと思います。またバシバシ攻略していきますので、よろしくお願いします。はい、では、後編で終了したいと思います。次回もぜひご覧ください。ということで皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。